そのオールスターブレイク明け最初の登板の則本です。面倒なことになりそうなので、ね、ここは絶対抑えたいですね。ノーバッター対高部、練習を使うピッチャーも少ないですけどね、うん、見逃しの三振です。その先頭の高部をまず打ち取っています。則本ならではのクローザー、7番勝負の玉崎、最後はまっすぐ、ね、緩いカーブ投げるのって本当勇気がいるはずなんですよ ね、はい、ですね、投げ切っています、はい、今年のカーブ投げる後にカーブってあんまり頭にないところに行ったら、ね、ワンバインとするといいかもしれない。そして当然この縦とコンビネーションもあるという則本です。連続三振で2アウト、いいところでね、こうまっすぐも含めて2球種ないし3球種ぐらいで首を振ってからの最後の変化球でバットが回りました。三者連続三振、則本が超えました。同点の9回、則本圧倒的なピッチング、さあ最終9回の裏につなげました。改めて最後のボールです。三者連続三振、勢いをつけるにはこの上ないという打ち取り方を野口さん見せました。いやーもう完璧でした、素晴らしいです。外のボール、バットの届かないところにボール滑っていきました。